はい、心斎橋に来ました、今からというところのラーメン屋さんで3時間だけね、ラーメンのデリバリーを、するジャッキーちゃんということで、突撃取材をしてこようかなっつう感じですね。雨がパラついてるんですけど、まあパラついてるぐらいですかね、まあ今からどうなるかわかんないですけど、12時から、朝3時の案件なんですけど、まあこういう街中だからね、需要があるんかなっていうふうには思うんですけど、あんまりねラーメンも食べない私からしたら、この12時から3時の時間にその出前っつうのがあるんかなっていうのはね、気になるところ。そしてラーメンのデリバリー初めてなんでね、楽しそうです。